ウクライナ軍南部司令部が11月15日に明らかにしたところによると、ドニプロ川東岸に撤退したロシア軍部隊は東岸に防御陣地を構築しているとの情報があったものの、さらに15から 20km ほど後方に移動しているんだって。司令部の発表ではロシア軍は我が軍の砲撃を避けるために、ドニプロ川の東岸に築いていた防御要塞を放棄してさらに後方15から 20km 後方に移動しているとしているほか、東岸のロシア軍部隊への補給ルートが我が軍の長射程火力によって機能しておらず、補給が停滞しているとされていて、ドニプロ川を天然の要害としてウクライナ軍を止めようとしたロシア軍が、補給路を遮断されたためにさらに撤退せざるを得なくなったとの見方が広がっているよね。ロシア側は後ろに下がるしかないよね。安全に補給できる位置まで行かないと、自利品なのは目に見えているし。そうだね。さて今回は、ロシア軍がドニプロ川東岸から、さらに後方に移動していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国営タス通信などのロシアのメディアが、ヘルソン州に設置されていたロシア側の行政府が、この地域における重要インフラである水力発電所のダムに近いノバカホフカなどの都市から、行政府の職員を絶え間ない砲撃が続いているとして退避させていることを明らかにしている中、このことに関連してロシア側のヘルソン州暫定知事がロシア国営テレビ局のインタビューにおいて、水力発電所のダムがミサイル攻撃によって大損害を受けていて、その復旧にはかなりの年月を要する可能性があることとしているよ。ドニプロ川の東岸地域については、ヘルソン市の対岸にあるオレシキーやノバカホフカにウクライナ軍が入って奪還しつつあるとの情報があるんだ。ウクライナ側のヘルソン州議会のクラン副議長がオレシキー、ノバカホフカ、カホフカをウクライナ軍が奪還して解放したと述べていて、ドニエプル川東岸にウクライナ軍が渡過した可能性が高まっていて、ウクライナ国防安保委員会のダニロフ氏は14日夜に出演した TV 番組で、司会者からオレシキーの解放に成功したのかと尋ねられると、否定も肯定もせずにウクライナ軍参謀本部の公式発表を待ってほしいと述べていて、ウクライナ軍がすでにドニプロ川を渡過した可能性を匂わせているね。ロシア軍がドニプロ川東岸地域から後退したことが真実だとした場合、その理由がウクライナ軍の攻勢によるものなのかは明らかにされておらず、水力発電所のダムをウクライナ軍が確保していないとすれば、それを決壊させてドニプロ川の下流域に大洪水を引き起こしてウクライナ軍の進撃を阻もうとする可能性もあると指摘する声があるよ。ロシア側はインフラ設備を破壊することも厭わないからね。15日のウクライナ軍参謀本部の発表によると、ヘルソン州の黒海沿岸スカドフスクとアゾフ海沿岸のヘニチェスクを占拠していたロシア軍部隊が、クリミア半島に移動したとされていて、ロシア軍がヘルソン州の防衛を断念してクリミア半島の防備を固めている可能性があるとの指摘があるんだ。衛星画像などを手掛けているアメリカ企業のプラネットラブズ PBC が12日までに、クリミア半島の北部に位置するアルミアンスク町の近郊でロシア軍が新たに、塹壕の構築を急いでいると見られる衛星画像を公開しているよ。アルミアンスクはヘルソン州との州境近くにあり、10月29日の衛星画像では見られなかった草原などに、11月5日の衛星画像では塹壕が掘られていることが確認されたもので、ロシア軍がヘルソン州防衛に対して神経質になっていて、防衛線が勢いのついているウクライナ軍に破られる恐れがあると見ている証拠だとする声が出ているんだ。一方でロシア軍は15日に、ヘルソン市を失ったことに対する報復とみられるミサイル攻撃を実施し、首都キーウはもちろん、西部のリビウ、ジトーミル、南部のクリブイリフ、東部のハルキウなど主要な10都市以上に空襲警報が鳴り響き、ウクライナ全土に100発以上の巡航ミサイルなどが撃ち込まれたみたい。これはクリミア半島のクリミア大橋を攻撃された際、10月10日にやはりウクライナ全土に対して行った飽和的ミサイル攻撃の規模を上回るほどであり、ウクライナ軍はこれを迎撃して77発のミサイルを撃墜したものの、エネルギー関連施設など15箇所が被害を受けて、700万世帯以上が一時停電するなど、
ウクライナ国民2000万人以上の生活に影響が出たというよ。首都キーウのクリチコ市長は、市内の半数の世帯が停電していると発表したほか、市内のペチェルシク地区で住居ビル2棟が被害を受けて火災が発生しているとし、市民1名が死亡して市内の半分が停電していると伝え、複数のロシア軍の巡航ミサイルがウクライナ軍の防空システムによって撃墜されたと説明したよ。エネルギー関連施設3カ所が被害を受けたウクライナ西部リビウでは15日夜、市内の広いエリアで停電したため70万世帯が影響を受けて市街地は暗闇に包まれ、電話やインターネットは遮断され、長距離バスターミナルではバスが来るのを待つ人々が真っ暗な待合室で途方に暮れ、幹線道路の交差点では信号機が消えたために警察官が車を誘導する姿が見られたんだ。ウクライナ国営電力会社のウクルエネルゴは16日、今後数日間は電力供給がままならない、困難な日々が続くと指摘し、広範囲で計画停電を余儀なくされるとの見通しを示しているよ。なお、ウクライナに対して必要なまでにミサイル攻撃を繰り返すロシア軍においては、精密誘導ミサイルの在庫の枯渇が指摘されているけど、アメリカのシンクタンク戦争研究所では15日の大規模ミサイル攻撃によってさらに在庫が枯渇状態に陥ったとして、今後、ウクライナの重要インフラ施設を狙った攻撃についてはペースを落とさなければならない可能性があるとしているんだ。また、ヘルソン州への補給の要衝であるザポリージャ州のメリトポリ郊外にあるロシア軍の飛行場から、ヘリコプターや弾薬などを移動させているとの報告があり、ウクライナ軍が進撃したことによってメリトポリ付近が、高機動ロケット砲システムハイマースから発射される長射程 GPS 精密誘導ロケット弾の射程内に入ったことから破壊される前に退避させたのではないかと見られているよ。これらの情報から、ロシア軍がヘルソン州とザポリージャ州に展開している部隊を再編成している可能性があるとの見方が広がっていて、ウクライナ国防省情報総局のブダノフ准将やレズニコフ国防省はロシア正規軍の中でもネリドの高い空挺部隊、特殊作戦部隊、海軍歩兵などで構成されるであろう。ロシア軍の精鋭部隊の大部分はザポリージャ州に再配備されると見られるが、一部の部隊をベラルーシに配備して首都方面に脅威を作り出すかもしれないと指摘しているな。しかしその一方で、ロシア軍のスロビキンロシア総司令官が、ヘルソン州のヘルソン市を含むドニプロ川東岸に展開していた部隊を撤退させる代わりに、ドネツク州を完全制圧することをプーチン大統領に約束したとの情報があり、再編された部隊が激戦となっているドネツク州の戦線に配備される可能性もあるんだ。ドネツク州では民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートで攻勢に出ているなど、ロシア軍が優勢になっている地域もあり、ここに2万人ほどの大部隊が投入された場合は、ドネツク州のウクライナ軍がさらに劣勢に立たされる可能性があると指摘されているよ。ただ、もしロシア軍がドネツク州に増援を送った場合、ウクライナ軍が現状のまま耐え続けることができれば、その間に手薄となっていると見られるヘルソン州の南半分を一気に奪還して、メリトポリやアゾフ海沿岸のマウリポリなどの都市を解放し、クリミア半島を孤立させることが可能となると指摘する声もあり、アメリカ欧州陸軍の元司令官であるホッジス氏は2023年1月にはウクライナ軍がマリウポリや、メリトポリなどヘルソン州を奪還して解放するだろうと予測しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。